はい、皆さんこんにちは、まなみです。近年、大学や研究機関に所属する多くの歴史とした研究者たちが先史時代の超古代文明についての研究を進めています。超古代文明と聞くと、ムーやアトランティスなど伝説に登場する文明を思い浮かべる人が多いと思います。そしてその多くは伝説の中だけの架空の存在で、実在していたと信じているのはオカルト好きな人くらいと思われていることでしょう。しかし、超古代文明の存在は専門家が無視できないほど現実味を帯びた存在になりつつあるのです。果たしてそれらは本当に存在し、またどこからやってきたのか、驚くべき可能性が浮上しています。文明の痕跡はどれくらい残る？ NASA ゴダード宇宙科学研究所のキャビン・シュミット博士とロチェスター大学のアダム・フランク教授は、人類誕生以前に高度な文明が栄えていた可能性を説くサイルリアン仮説を唱えている科学者として知られています。彼らが調べているのは、人類文明が後世に残しそうな痕跡を研究して数百万年後に検出可能なのかどうかということ。そしてその結論は、人類が地球に何らかの痕跡を残す可能性があることは確かだが、地質記録の中で人類と関係のない様々な事象と区別するのはある意味で困難だろうとのこと。つまり、痕跡を残すことはできても、それが人類の痕跡だと判別するのは難しいということですね。フランク教授はもともと、地球外の惑星でも工業を発達させた文明が惑星の気候に影響を与えることがあるのかという惑星の温暖化現象について研究を行っていました。ある日、ゴダード宇宙科学研究所を訪れた際に、私たちの文明が地球に起こった唯一の文明だと知ることはできるのですか？とシュミット博士に質問されたそうです。そしてこの質問をきっかけに、フランク教授とシュミット博士は共同で、地球に人類以前の文明があったことを証明する痕跡をどのように求めたらいいのかという研究を始めました。フランク教授は、建造物や遺構が残るような文明はせいぜい数千年のタイムスケールでしかなく、数千万年前、数億年前といったタイムスケールで考えると、物事はさらに複雑になるのですと語っています。やはり古い時代になるほど、それも人類史以前になると、調査や研究も難しさを増すということですね。現在発見されている最も古い地表は、イスラエルのゲネブ砂漠で、およそ180万年前の状態を保っています。そして、ホモ・サピエンスが活動していた痕跡をたどることができるのは、およそ250万年前までとされているのです。ましてや、原生人類が地上に現れたのは、ほんの数万年前と言われています。フランク教授とシュミット博士は、私たちが出した結論は、約400万年前よりも昔に文明が存在したとしても、物や生物の個体の化石が発見され、文明が存在したことを示す直接的な証拠が見つかる可能性は低いというものです、と述べています。この結論を聞くと、数千万年前、数億年前ともなると、やはり無理なのか、とがっかりしてしまいそうになりますね。しかし、彼らの言葉をよく聞くと、直接的な証拠を見つけることは難しいとは言っていますが、人類以前に文明は存在していなかったとは言っていないことがわかります。そう、証拠が見つからないからといって、可能性がないということではないのです。そして実際に、文明が存在した可能性を示す現象が太古の地球で起きていたのです。5600万年前の謎の地球温暖化現象。およそ5600万年前、一時的に地球全体では急速な温暖化が進んだ時代がありました。共振性・視振性温暖化極大 PETM と呼ばれるこの現象は、地球全体で気温が5度から9度上昇し、霊長類の進化史にも大きく影響したと見られています。原因は、大気や海に炭素が大量に加わったことで、二酸化炭素による温室効果が働いたため、
とされていますが、大量の炭素がどのように発生したのかについては様々な仮説があり、現在でも確かなことが分かっていないのです。フランク教授は数百万年後にまで残る人類の痕跡として化石燃料を燃やした際に生成される放射性炭素に注目しました。化石燃料の膨大な使用によって天然と人工の炭素同位体の比率が変化することが判定材料になると考えたのです。ということは約5600万年前に化石燃料が大量に使用されたということなのでしょうか。この短期間の温暖化の時代は炭素と酸素の同位体比率が現代と近いことが分かっています。言うまでもなく、現代社会は高度に発達した文明社会であり、また石油に依存した社会でもあります。そんな現代と同位体比率が似ているのは偶然なのでしょうか。ただし現代と PETM の時代では二酸化炭素放出のスピードが大きく違うため、あくまでも PETM は自然現象と考える人もいます。フランク教授は人類以前の文明が極めて短期間しか続いていなかったとしたら、その痕跡を見つけることは容易ではないと述べています。また、カリフォルニア大学バークレー校の古生物学者チャールズ・マーシャル氏によると、ティラノサウルスの場合で化石化して残る割合は8000万分の1という少なさなのだとか。そう考えると、約5600万年前に化石燃料を使う文明があったとしても、遺跡や遺物、化石などの形あるものとして発見するのは極めて難しいと言えるでしょう。フランク教授とシュミット博士は、もしこの頃に文明が存在した場合、その担い手は人類以外の哺乳類と想定しています。文明を築けるだけの知能を持った人類以外の存在とは、そして彼らはどこからどうやって地球上に現れたのでしょうか。世界中で見つかっている人類史以前の遺物。1912年、南アフリカ共和国とスワジランド国境近くで120センチにも及ぶ巨大な足跡が発見されました。足跡の大きさから推定される身長は約8メートルとのことで、その大きさに驚かされますが、さらに驚くのが、この足跡が残っていた花崗岩が2億年から30億年前に形成されたもので、足跡自体は少なくとも2億年前のものだということです。大きさや年代から考えて、足跡の主が人間でないことは間違いないでしょう。また、同じ1912年、アメリカ・オクラホマ州の電子化学工場で、大きな石炭をハンマーで割ったところ、中に鉄の鍋が入っていたとのこと。複数の専門家の調査の結果、鉄の鍋を包んでいた石炭の塊は3億2500万年前のものであるとの結論が出たのです。3億2500万年前に鉄を加工する技術が存在し、鍋で調理を行う人々が暮らしていたのでしょうか。この鉄の鍋は現在テキサス州のクリエーションエビデンスミュージアムに展示されています。また1980年代のアメリカ・テキサス州では白亜紀の恐竜の足跡の化石とともに12人分の人間の足跡の化石が発見されました。その中には恐竜の足跡を踏んだものもあったとのことで、つまりは恐竜の足跡がついてから時間が経っていない時に人間が同じ場所を通ったということになります。さらに同じ岩層では木製の絵がついた鉄のハンマーが見つかっています。絵の部分は石炭化していましたが、鉄の部分は現在の技術では作れないような塩素フェロアロイという合金の鉄で、高度に発達した先史時代の文明の存在を示唆しています。さらにハンマーのそばでは人間の指の一部の化石も発見されたのです。この化石には人間の骨にあるべき海綿質の証拠と髄腔があることが確認されました。その後、化石全体を X 線や CT スキャンにかけたところ、骨格や関節、腱などの構造が確認されたのです。この指の化石も鉄の鍋と同じクリエーションエビデンスミュージアムに保管されています。また、ペルーで発見されたカブレラストーンや
メキシコのアカンバロの恐竜土偶など、人類と恐竜が関わりがあったことを示唆するような遺物も多数見つかっています。そして1997年、ロシアのブリャンクスで15億年以上前に形成された石に完全に包まれる形で金属製のボルトが発見されました。石の大きさは約20センチで、後の X 線調査により、石の中には10個以上のボルトが埋まっており、数トンの力が加わっても変形しないことが分かりました。15億年前といえば、まだ地球上が海に覆われ、海洋生物しか生息していなかったカンブリア紀と呼ばれる時代です。陸地がない地球に人類が存在できるはずがありません。モスクワ航空大学のチェルノブロフ教授は、15億年前に地球にやってきた宇宙船が何らかの原因で故障、爆発して飛び散った部品の一部と主張しています。もしそれが事実だとすれば、その宇宙船はどこから何のためにやってきたのでしょう。そしてカンブリア紀のボルトの落とし主は、世界中に残るこれらの遺跡や5600万年前の謎の地球温暖化と何らかの関係があるのでしょうか。起源は火星にあった？地球最初の生命は35億年前に海中で誕生したと言われています。一方で地球の生命の起源は他の天体で誕生した生命の元が地球に飛来したとするパンスペルミア説が根強く唱えられています。火星にはかつて海があり、生命に適した環境だったと考えられています。そして2016年、火星探査車キュリオシティがかつて湖底であったと考えられる地点のドリル採掘に成功し、そこには生命の誕生に必要な要素が全て揃っていたことを確認しました。火星はシドニア地区、ユートピア地区、エリシウム高地に分けられ、火星探査機が調査を進めています。このうちシドニアとユートピアの領区には、明らかに文明があったと思われる構造物を確認することができると、プラズマ理論物理学者のジョン・ブランデンバーグ博士は主張しています。さらに、有名な火星の人面岩は、宇宙からの核攻撃により滅んでしまったシドニア文明の痕跡であるとも。ブランデンバーグ博士は、火星の表面はトリウム、ウラン、放射性カリウムなどの放射性物質の層で覆われているとした上で、これは核爆発により岩石などの破片、堆積物が広がったためであるとテレビ番組で語りました。さらに火星の大気中にある核の同位元素が水爆実験のものと酷似していることから、計画的な核攻撃が過去に起こったと結論付けています。またアメリカの生態学者エリス・シルバー博士の研究によると、人間は地球外で進化した可能性があるとのこと。シルバー博士は、人間は地球外で進化し地球に送り込まれたとの結論を出しています。そしてペンシルバニア州立大学のジェイソン・ライト准教授は、数十億年前にはエイリアンが地球や火星だけでなく金星にまで居住していたと考えています。これらの説をまとめると、太古の時代、火星にはエイリアンが築いた文明が存在し、人類はエイリアンによって火星で生み出され、地球に移されて現在のような進化を遂げたというストーリーができるように思います。さらに深読みすれば、核爆発によって汚染され、荒廃した火星から一部のエイリアンが人間を連れて地球に逃れてきたという可能性も考えられそうに思えます。15億年前に地球にやってきたカンブリア紀のボルトの落とし主の正体は、もしかしたら火星からの来訪者だったのでしょうか。これからの火星の観測や研究に注目していきたいですね。超古代文明と呼ばれるムーやアトランティスでさえ存在したとされている時代は1万数千年前です。もちろんそれらも十分超古代と呼ぶのにふさわしいほど古い時代なのですが、実際はそれらをはるかにしのぐ太古の文明が存在した可能性があり、オカルト好きの素人などではなく、しっかりとした数多くの研究者たちによって少しずつその謎が解き明かされつつあります。もしかしたら私たちのルーツはあの星なのかもしれない。
たまにはそんな風に思いを馳せつつ、夜空に浮かぶ赤い星を眺めてみるのもいいかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。